はい、やってまいりました。こちらは聖地であります群馬県のサボテン団地です。サボテン団地とは複数の生産者さんたちの、が集まっていて、複数のハウスがですねたくさん並んでおります。こちらですね、特別に許可をいただくことができましたので、早速サボテン団地とはどんなところなのかというのをですね撮影してまいります。いやもうここ歩いてるだけですごいです、サボテンがそう、絶する光景が目の前にあります。すごい。今先ほどコバアミーゴさんのワークショップを終えて、コバアミーゴさんがサボテン団地に行かれるっていうことで、私もついてきてしまいましたが、なんと特別に撮影をさせていただけるということでしたので、見てください、この数。数えられない。このハウスの数、ピンクサボテンなんですよ。サボテン以外にも植物たくさんありますけれども。わ、多肉もあるんだ。多肉植物も。うわ、こちらからちょっとお邪魔させていただきます。昨日だったらもう暑くて入れなかったとのことだったので運が良かったです。この涼しさですとゆっくり見れますね。わっ、やばいな、すごいね。すごい、この量は。あれ見たことあるか、タブが。あら、ここから出荷されそう。すごい。すごいですね、こっちも。この数はすごい。うわ、すごい。新天地。自分されている、すごい。やばくない、太っ。このたくましい育ち方、やっぱここでだからこそですよね。自分されて、見たことないね、こうやって栽培されるんだっていう。今
不思議な光景がここに広がってるかも。出なかったもん、こんなにあるよ、うん、あ、金シャチのでかいのいた、今までので一番でかいかもしれない、すごい、もう自由にされてますね、わ、嬉しいんですけど、いやーって感じだね、うん、うわ、この高さの金シャチは初めてですね。いつも横に大きい感じですけど、小株と言えないサイズの小株がたくさんあります。主役級の小株、そっち側もすごいいっぱい、笑っちゃうぐらいこの大きさ、こっちに、ちょっとすごいでかすぎてもうわけわかんないんだけど、かわいいというか、サボテンくんだね、うん、キャラクターだね、ね、なんかこっちの金シャチもかなりの大きさなんだけど、うちと比べるとモンスターだ、すごい、いいものが見えたね、いや本当に写真を待ち受けにしたい、いいね、アテナータがいい、このアテナータだってさ、ここで見るとこの大きさだけど多分相当でかいよね、うん、またハウスマジックが、うん、うわ笑いしかない、見えたそうです、すごい、もうなんか困った時お皿になるよこれあ、気持ちいい、なんか触ってると葉っぱが、これさ、今ここ中もうちょっとやばいね、中化け物なサイズだね、あ、松村さん失礼します。失礼します。わかんないね、もう自分がなんか小人になれてるような、青白さがたまらないですね、
ます。倒れないようにだ。違うね、鉢でこう支えてるのに。こんだけあるとなんかもう麻痺しちゃうね。これもやばいよね。になるにも、すごい時間かかります。この場所だからこそ、こういう形ができるんですね。なんかもう、一つの…なんか芝生かなって一瞬思ったの。よく見たらさ、一株一株が違うもんね。うわ、すごい。最後の振りは熱い。ユーフォルビアもあるんですね。今ちょっとあちらでお仕事中でしたね。かわいい。これもっちりしてるね。ねえ。あ、めちゃくちゃかっこいいな。あそこ。これ山川さん。あ、山川さん。いやこれ相変わらずでもでかいな。でかい。うん、ええー。すごいな。オベ様あそこ三頭の。話して。あ、かわいい。名人の言うことは違いますね。美を追求されて、こうすぎる。続いては、最後。ここはちょっと人生で初かもしれません。この体験。よく、やっぱこう、見れてもここだけですよね。なんかよく家とかにもある、うん、でもすいません何株並んでるのっていうぐらいすごい並んでます白鯖店のブランチ祭りなんか実もできてる。すごい綺麗。ああ、お花からこう。ああ、かわいい。すごい。種が入ってんのか。ねえ。何ができたんでしょうね。ちょっともう異国な地に来たって感じ。うん、これそうだよ。すごっ。初めて見た。アスレースでブランチ作れるんだね。てかさ、これアロエこのデカさ。あ、そうしました。何年ものなんだろうね。もう存在感大ですからね。それが見てください、この、ね、かわいい。こんなに増えるのなんか夢に出てきそうだね、サボテンが今日は、うん、出てきてほしいですね。夢でも会いたい。あ、ダメだ、通れない、あっち。あ、本当だ。ここまでを、うん、大型で、これは、なんか頂点を知ったね。頂点。いただきっていうような頂点のことを言うんだけど。いや、まだあるね。取り切れないね、これね。すごい、上には
3分の1ぐらいですか、4分の1ぐらいですか、この松村さんすごかったです。はい、松村です。ありがとうございます、この話が出そうなぐらいすごかったです。そうですか。はい、もう本当に僕の団地自体が今できて47年なんですよ。親父なんかが始めて47年で、最初はあの柱サボテンをオランダに輸出から始まったんですよね、ここは。輸出なんですかね。柱サボテン親があって切って伸びたやつを切ってそれを輸出してたのが最初なんですよね、みんなどこにも。僕はほとんどいますけど、僕田んぼもやってるんで、田んぼが稲刈り、これから10月になるともう1ヶ月サボテン団地来ないんですよ。もうずっと向こうに取られちゃって二毛作じゃないけどすごいっすね。規模はやべえ。違う方というか、母ちゃんがまだ現役なんで、お母様が、はい、さあもうすごいですね。そうですね、今日いないんですけど、勉強になりましたね。勉強になりました。いや勉強目が生き返りました。2年生の苗を2年生の苗を、一番でもまた成長ね、この環境でいいんでしょうね。するからこそこの株が、うん、できるんですね。迫力がすごいわ。迫力本当にすごい。入園料取れるわ。入園料取れないですよ。上もこう上がって、うん、なんですか。いいですか。大丈夫ですよ。ありがとうございます。でもね、水たまり入れないかもしれない。だから田んぼの水が入っちゃってて。あ、そうなんですか。うわ、すごい。なんか、おお。買ってきたのをこうやって植えとくんですよ。2年このまま植えとくと3寸 3.5 になるんですよ。どうだ。ちっこい。でもやっぱ2年。ああ。ね。ちっこい。育ては本当に。時間がね、必要ですからね。育成場じゃん、ここが。何個あんの、ここハウスが。何人で運営されてるんですか。母親と僕と、うちのせがれと、パートさん一人ですね。できる。いやー、人欲しいっすよね。もっとね、もっと人欲しいがいればもっとできますけどね。中入るとね、びっちゃびちゃになっちゃうかもしれない。足が、はい、外からでも、はい、でも周りがパンなんで水が多すぎて枯れちゃうぐらいなんで。なんか注文があるとそのサイズのを抜いてきて、探して抜いてきて出荷って感じなんですよ。すごいっすね。柱サボテンなんかその場でだから前の日寄せて、はい、もう出荷っすよね、大体。うわマジか。全部サボテンだこれ。こっちも育成場だね、ここね。すごすぎる。まだあと2カ所うちは持ってます。まだあるんですか。すげえ。でも入園料取れるよね。ねえ、入園料取れる。かわいいんだもん、こんな。これあげますよ。いいんですか。これでもね、この辺がやばいから枯れちゃうかもしれない。はい、あ、でも、ありがとうございます。小林くんが谷子さんにあげればなんて言ってたから。やった。
原型がなんだかわかんないそれ。原型がなんだろうあれ。原型はさっきのやつじゃないですか。だってあんな立たないよ。かわいい。かわいい。斑入りの。ね。原型がわかんない。これはもし育てられたら原型がわかりますね。そうですね。ついでもいいんじゃないですか。ああ。かわいいこれ。かわいい。つがないと死んじゃうかもしれないよね。うん、でもなんか超緑が出てる、うん、来てるから、うんうん、頑張って生きてこうとしてるんですけど、いいね、ちょっと植えて植え替えて、嬉しい、ありがとうございます。わーと猫山さんのハウスですね。もう見るだけでもニヤニヤしちゃうすごい。サボテン、いろんな種が見えますね。ガスティリア、すごい。いい写真の公開ね。不思議。これ俺の。これ超かわいい。口の離島だ。欲しい。これは珍しいね。しかもこれは身が詰まってるけど、これはやばいな。いいな。本当に大量な株なのでちょっと見逃せません。この中にはオブツーサーですね。かわいい、ちっちゃいサボテン。あ、次、ポーザーもいます。かわいい。レッドキャットだ。うん、だね。なんか、かわいいよね、こうやってちっちゃいのが集まってますね。そうなんだよ、いっぱいあんだよ。そしてペクチがいっぱいあんだ。ペクチ、わー、わ、三頭ペクチいる。そうね。うわうわ、欲しい珍しいよね。珍しい。あとここに斑入りのペクチいるんよ。うわ、時効だもんね。うん、やばい。フフ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 フ。すごい。そこ、フノ。こいつ。あららら、綺麗。やばい。やば。おすごい。ここはまあ、一時禁止なのかな。うん。葉っぱもちょっとあるんで。そうだね。ああ、すごい、アガベ。いや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 。マイトアイス。うん。でかっ。どこのハウスに行ってもすごすぎる。やばい。やばいしか出てこないから、ね、ここまで来ると
うわ、すごい貸してる、かっこいい。ねえねえねえ、継ぎ木のさ、うん、地植えって見たことある？継ぎ木の地植えはないです。シュールじゃない？すごい。これ指導？これは、あ、指導。指導じゃない、うん、パンパンになってるけど。わあ、すごそうだね。うん。すごい。かっこいい。もうサンセベリアがさ、ネギに見えてきてる。こんないっぱいに集まると。いや、これ見て、左、左。うわ。あ、もうどうなってる。あ、どんどん生まれてる。すごい。これもやばいよね。ね、うわ、形がいいですね。てか継ぎ木の地植えってあんなに成長しちゃうんだね。ね、あ、ここ結構。うん、いいよ、突きっちゃった方がいいよ。そう、刺さるよ、これ。いや、意外とグッとスピードでいけば大丈夫だったでしょ。いや、あれ、このタグはすごいです。もう日本一のサボテン団地でございましたが、びっ